自社勢力とは、社寺勢力とも呼ばれ、日本中世において、武家政権、朝廷と共に権力を散分した大寺院、神社による軍事、行政、経済、文化パワーである。武家政権や朝廷のように、権力中枢があったわけではなく、各自社が独立して行動し、また一時社内でも様々な集団がせめぎ合っていたため、勢力と呼ぶ。平安時代末期から、 遠暦寺、幸福寺などの大事社は総兵を抱えて、独自の武力を備え、また御輿を担いで抗争を行い、自身の要求を主張するようになった。また、首都、新人と呼ばれる俗人を多数配下において、大人口を誇り、経済、学問、工芸活動などが盛んだった寺社周辺は、近年の日本歴史学で、境内都市と呼ばれる一大メガロポリスであった。 延暦寺は、廃下に置いていた擬音社が境の鴨川の東側に大きな境内を持っていったこと。幸福寺は、大和国一国の荘園のほとんどを領して、中世を通してその経済力で経営に大きな支配力を及ぼした。強大な自社勢力である延暦寺と幸福寺を合わせて、なんと、北霊と称された。また、大寺社内は、無縁所と呼ばれる地域であり、 生活に困窮した庶民が多く移民にし、自社領地内に吸収された。また、幕府が罪人を捜査する、剣断権も、大自社内には及ばず、そのため源、義経や五代五天皇など、戦乱に追われた人々の多くが、自社にかくまわれた。戦国時代末期において、織田信長、豊臣秀吉などは、自社勢力と激しく敵対し、苛烈な戦いを繰り広げた。 だが、その一方で、安土城の築城に、延暦寺の職人を利用したり、ネゴロ寺の鉄砲を戦争に利用するなど、自社勢力の高い技術力を活用もした。1588年の秀吉の刀刈り令は、百姓等のみならず、自社勢力の武器没収も意味しており、この結果として、約500年間続いた、自社勢力は、日本の権力構造から消えることとなった。 平泉清は、著書、中世における社事と社会の関係にて、社事、社事勢力の用語を用いている。ありがとうございます。